はい、いらっしゃい。うい、ただいま、帰ってきたぜ。はい、こんばんは。みんなこんばんは。こんばんはです。はい、ワード2、開封枠やるぜ。うん。おい、ワード2、おかえらなさいまし。おい、カズさんいらっしゃい。うん。ミサキいらっしゃい。ミサキちゃんいらっしゃい。うん。開封枠やるぜ。おお、YouTube がまた増えてる人。すげえな。YouTube がまた人増えてるよ。開封しようね。開封。人集まったらやろう。これは。人集まったらやろうぜ。夢にまで見たバッグが手に入りましたよ。夢にまで見たバッグが。超嬉しいんだけど、テンションガチ上がりなんだけど。マガプレゼントありがとう。カエルさんはどつ？うん。カエルさんって初見かな？サムネ見たことないな。サムネが変わったのか？カエルさんはいたか？いや、ここはすっごいずっとおすすめしてたところだから。逆に言ったらな、10年間付き合ってくれたこのナイロンのバッグともお別れだよ。逆に言ったら、このね、まずナイロンバッグ、これ、もうここ破けてるんですよ。わかる？ちょっと見えづらいかな、黒だから。ここがまず取っ手のこの部分が破けて、ここが内臓が見えちゃってるの、ウレタンが。リミこんばんは。お、ミッチこんばんは。で、ここ破けてるでしょ？で、ここも破けちゃってんの。見える？もうダメじゃん。ビジネスマンとか社会人としてダメじゃん。だから、これ10年使ってたんだけど、もうさすがにみっともねえなと思ってたんだよ。さすがに30超えてこれみっともねえわと。で、ちょうどね、リスナーさんからアマゾンギフトを、そのニコ生の時に大量に送ってもらっててさ、で、なんだろう。これを何に使おうかなってすごい悩んだの。7万円分ぐらい甘ギフ届いてて。で、1個はこれ。1個はこれ1万5千円するんだけど、やっぱ配信でいい音を届けたいと思ったからこれを買ったの。やっぱリスナーさんに支援されてもらったらさ、配信で返すっていうのがやっぱ礼儀だと思うから、いい音を作りたいっていうのでこれを買ったのね。で、もう1個は5万円かと思って、5万円の買い物とかでかいじゃん。俺からすると。だったら、なんか一生俺が身につけるものの方が、リスナーさん喜んでもらえるかなと思ったのよ。うん。やっぱ、その、俺の喜ぶ顔が見たいわけじゃん変な話すると。だから俺が一番欲しいものをじゃあ、贅沢させてもらおうと思って。うん。好きなものが手に入った時ワクワクする。いや、もう、すごいよね。もうドキドキするんだけど。みんなのリアクションも気になるし、いいじゃんっていうのかさ、その、ワードセンスねえわって、高い買い物だから、一生ものだからさ、本当に一生使おうと思ってるから、もう、なんだろう、昔からビジネスバッグ買うんだったらここにしようっていうのはずっと決めてたの。本当に。で、もう売り切れると思ってたから、まあ実際は売り切れるようなことはなかったんだけど、すごくもう憧れのカバンだったからさ、うん。楽しみだよね。やばいよね。超やばい。やべえな、ドキドキすんな。パーコこんばんは。ヘルツっていうところですね。これ、ここにロゴが書いてあるんだけど、ヘルツです。渋谷にある、もう何十年も続いてるカバンの老舗。で、ホームページでこの社長がどういう経緯で、このカバン屋さんオープンしたかとかも、ホームページに書いてあって、もう、すげえね、短編小説みたいな、ちょっとショートな文章なんだけど、分量が結構すごいのよ、サイトにしては。ちょっと感動するんだよね。この人ほんとカバン好きなんだ、みたいな。カバンに命がけな人なんだよね。だからまあ、こうやって、なんだろう、表参道でさ、もうずーっと続く老舗
工場も構えて、工場と店舗を構えてんの、同時に。すごいよね。で、4店舗ぐらいやってんのかな。ぶっちゃけた話結構高いんだけどね。うん。これは知る人ぞ知る、名家番です。ただね、普段使いには結構重たいんで、あんまり、普段使いで、なんつうの、外回りの営業マンとかにはおすすめしませんってはっきり言われた。うん。3キロあるって。ありえないでしょ。カバンなのに3キロあるのよ。なかなかじゃん。だけど俺はこれで旅しようと思ってる。うん。みんなに見てもらいたいし。うん。もうこれつけてたら和道だって一発でわかるぐらい目立つから。うん。楽しみだぜ。うん。いや、嬉しいな。夢が叶ったな、一個。夢が一個叶ったな。ありがたいね、ほんと。配信で嫌なこともいっぱいあったけど、いいこともいっぱいあるよね。気になる？うん。ちょっと人集まってから、はい、開封するから。うん。どんなやつなんだろうね。どんなやつなんだろうね、うん。最近のリスナーさんだとわかんないかもね、うん。昔のリスナーさんには結構もう1ヶ月半ぐらいかかってるから作るのに。うん、だからこのデザインだよっていう。ただね、細かいデザインは調整してあるから、やっぱ現物見てみないとわかんないじゃん。うん、いや、ほんと小さな夢だからあれだよ。河本ひろと風に言うとこれでしょ。なるべく小さな幸せと、でしょ、うん。これですよ。はい、こんばんは。高谷いらっしゃい。楽しんでってください。そう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 。カズさん、そうそうそう。うん。赤いやつ。世界に1個しかないカバンだからね。愛着湧かない？世界で1個手作りだよ。やばくない？うん、ブルーハーツいいよね。なんだろうね、ブルーハーツの歌詞の良さは。神がかってるよね。うん。やべえな、超楽しみだわ。やべえな、ワクワクするな。おら、ワクワクすっぞ。マジで。オーダーメイド贅沢だよ。でもね、オーダーメイドの割に安いんだよ。オーダーメイドの割に安い。河本ひろっていいよね。俺はね、情熱のバラが好きだね。情熱のバラ良くない？なんだっけ？永遠なのか本当か、時の流れは続くのか、いつまで経っても変わらない、そんなものあるだろうか、見てきたものや聞いたこと、今まで覚えた全部、デタラメだったら面白い、そんな気持ちわかるでしょう。答えはきっと奥の方。心のずっと奥の方。涙はそこからやってくる。心のずっと奥の方。やばいよね。メロディー乗せなくてもかっこいいもんね。なんだっけ、なんか、ボブ・ディランかなんかが、なんか、芥川賞みたいなのを取ったよね。なんだっけ、ノーベル賞か。うん。すごいよね。歌でも作家として認められ、シンガーソングだもんね。シンガーソングライターだもんね。ただラリってる、歌ってるとき。そうだね、決まってるよね。うん。ドラッグなんかやらなくてもね、ドーパミン出せるんですよ、人間は。ドラッグなんかやらない、音楽がドラッグだから。そうそう。あれも言ってるじゃん。なんだっけ。高層ビルの谷間から海の向こうってやってるじゃん。なんだっけ。R指定か。蔓延するセクセンドラケンロケンロール。あの歌いいよね、R指定のね。R指定好きだよ、俺、うん。こんばんは、にゃんこさんいらっしゃい。楽しんでってください。コメントありがとう。面白かったらフォローしてね。うん、46名さんいらっしゃい。これから開封します。いや、テンション高いでしょ？テンション上がるでしょ、そりゃ。うん。ねえ、女の子、だから、高校生がプラダのバッグ買ってもらう感覚じゃないの？例えが違うかもしれないけど。だって配信でちゃんとこうね、リスナーさんに認めてもらって、配信で買うことができたわけだから、俺からしたらさ、一生ものですよ。開封これからですね。今この中に入ってます。
ホチキスで止まってるでしょ、ここ。例えがちょっと良くなかった、ね。なんか売春してるのっていうね。援助交際ですかってなるよ、ね。女子高生がプラのアンバッグは明らかにおかしいわ。いやー、どうなんだろう。みんなかっこいいって言うかな。俺のセンス独特だからな。俺昔からさ、俺が最高にかっこいいと思うアイテムって、みんなからするとクソダサいらしいの。すっげえ批判が来るの。なんでなんだろう。ふわっちで得たお金。うん、違う。これはね、ニコ生の時に、もう半年ぐらい前かな。3、4ヶ月前か。4ヶ月ぐらい前かな。ニコ生の時に天ギフがいろんな人から届いて合計7万になったんですよ。それで、その天ギフで購入しました。作った人は間違いないでしょ。間違いないって、間違いないね。うん。間違いない。うん。絶対に外れはない。うん。ちゃんとあれで、俺は確認してるんだよ。うん。物見てるんだよ。だけど、その店の中で見るのと、こう家で見るのって違うじゃないですか。わかります？こう自分のものになる瞬間ってあるじゃん。うん。自分のものになる瞬間。愛着であったりとか、そう、なんか店員さんがいると触りづらいじゃん、なかなか。うん。そうだね。うん。そこに、しばらぎセンスが加わっちゃう。わあ、どうなんだろう。千葉の中でも、だからダサいって言われてたよ。千葉の中で独特って言われてた。和道が選ぶ服は和道しか着れないとか。まあ、始末って呼ばれてたんだけど、しまっちゃんはほんとぶっ飛んでるよね、とか。しまっちゃんはほんと変な服、どこで買ってくんのって言われた。だから、ダサいと言われてる千葉らぎの中で異彩を放ってたんですよ。初見さん、チッシュさんいらっしゃい。楽しんでってください。あ、コメントありがとうね。もし面白かったらでいいんでフォローしてください。和道です。よろしくお願いします。じゃあ、50人になったら開けようか、もう。50人になったら開けましょう。うん。こんなね、引っ張りすぎても面白くないし。千葉ステルダムは聞いたことないな。ちょっと面白いな。千葉ステルダム。うん。いやー。私センス変わってると言われる。なんかね、俺も言われるんだけど悔しいよね。そんなに変なセンスしてるかな。うん。まあでもちょっと変わってるんですよ、アスペだから。まあ、配信気づいてない人は気づいてないかもしれないし、気づいてる人は気づいてるかもしれないけど、俺も服買うのやめたんですよ。無地のこの T シャツしか着てないんですよ。新しい服買うのやめたの。買うとしてもこの無地の T シャツだけ買ってんの。だからいつも黒いジーパンと、この黒いジーパンと、黒い T シャツで、いつも配信の格好一緒のはずなんだよ。昔持ってて捨ててない服はあるけどね。使い切るまで、潰れるまで着ようとは思ってるけど。寒くないっすね。寒くないっすね。うん。俺もぶっ飛んでるけど、人に認められる。あ、じゃあかっこいいんだ。うん。そのタバコケース、これいいよね。これ4500円ぐらいだったかな。うん。これもう結構1年ぐらい使ってるから味が出てきたね。オイル塗ってるから、色が濃くなってきたよね。買った時より、多分。いい味出てきた。おー、ハッチワド2。ハッチ開封するよ。開封するよ。今日から、おー、たくみさんワド2来た来た。だから友達とかもスタイリストも、へー、面白い。センスあるんだね。うん。でもさ、天は二物を与えないとか言うけどさ、嘘だよね。才能あるやつにさ、才能被せてくるよね、神様って。で、才能ないやつに才能ないことを被せてきたりしない？わかるこれ。あのね、頭いいやつって運動ができたりするんだよ。で、運動できるやつって頭良かったりするんだよ。なんか、その、服のセンス良かったりとか、なんかね、極端なことに一個飛び抜けてるやつって結構珍しいと思うんだよね。あ、じゃあ50名超えたんで開封していいっすか？行っちゃってもいいっすか、皆さん。行っちゃっていいですか。うん。あ、牛島くんよく言われるんですよ。もう毎日言われてますね。開けちゃってもいいですか。行こうか。3も4も。うん。行く？じゃあ。よし、開けよう。よし。ういっす、ういっす。じゃあ開けますよ。行きまーす。お、あやかいらっしゃい。今から開けるところです。お、タイミングいいね、みんな。さすが。開けまーす。ヘルツっていうメーカーですよ。渋谷ヘルツ。
行くよ、みんな。エミちゃんこんばんは。あ、風船ありがとう、エミちゃん。10個ありがとう。うえぇー。うえぇー。うえぇー。来たよ。ハレンチの赤。ハレンチの赤だろ？これ目立つだろ。こんなのつけてんの世の中にいないでしょ。やばいっしょ。まあ、なんで笑うんだよ。なんで笑うんだよ。ランドセルじゃねえわ。なんだよ。なんだよ。爆笑かよ。超かっこいいだろ。超かっこよくね？ハレンチだろ？おい、見ろよ、これ。本革だぞ。おい。おい。いや、彼女にあげないですけど。何今日。何彼女にあげるのとか、ランドセルみたいとか、バカにしてんの？はぁ、あ、何それ。わかんないの、このセンス。え？ちょっと待って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 、おかしいでしょ。何このコメント。超かっこよくない？やべ、革の匂い超やべ。これ超かっこいいでしょ。え、なんで笑うの？え、嘘でしょ？え、何？高校時代の女子高生のスクールカバン？いや、こんなの見たことないよ。超かっこいいでしょ。な、わかんないの？このセンス。え、嘘だろ？超かっこよくない？これ、超かっこいいじゃん、ほら。超できるビジネスマンでしょ。あ、どうも。どうも、和道です。どうも、こんにちは。かっこいいよね。かっこいいでしょ。あ、どうも、つって。何このリアクション。何みんなわかんないの？マジかよ。引くわ。引くわ、田舎もん。3キロ、2キロぐらいだね。2キロぐらいかな。もう、すげえがっしりしてて。で、これ、カスタムしてもらったの。これ、ツーウェイ式って言って、手持ちと、ここに引っ掛けてショルダーになるのね。要はこう引っ掛けられるのよ。わかる？ビジネスバッグとして。だけど、背負いたいって言って、配信があるから、その、リュックサックにもできるようにしてくれって言ったら対応してくれたの。やばくない？ここに、リュックサックみたいにできるのよ。ここに紐がついてて。鉄の、これつけてくれて。だからこれ、リュックサックにできるの。配信用に。そう。で、これをつけるためにわざわざこのチャックの位置5センチずらしてくれたんだよ。本当はもっと上なの。これずらしてくれたの、ここの。モロランドセルじゃねえよ。お前ら分かってねえな。じゃあ、背負ってみようか。ちょっと開けるね。じゃあ。なんで？ああ。なんでそんな悲観的？これ、ベルトも赤。ベルトも赤よ。いやいやいや。ちょっと、わかってねえな、マジで。っていうか、だから、俺のセンスについてこれないんだって、みんな。みんな俺のセンスについてこれないんだよ。うん。これ違う。あの、オーダーしてるから、4万8000円ぐらいなんだけど、カスタムオーダーしてるから5万8000円ぐらいになってる。給食袋つけて投稿はしねえわ。バカにしてんの？マジで。っていうかね、ほんとね、センスないよ、みんな。これ、超かっこいいでしょ。これ、6万だよ。もう一生ものだよ。わかってねえわ。マジでわかってねえわ。リコーダーとか入れねえから。ちょ、バカにすんのやめてくんない？ちょっと、マジで。マジでやめて。普通に。普通にかっこいいから。だからネタで言ってんでしょ、お前ら。ありがとう。盛り上げてくれてありがとう。もういらないから、そういうの。そういうのいらないから。リコーダーいらない。お守りもないから。巾着袋もないから。やってみようか、じゃあ。やってみます。ねえ、いいよね。これ分かってねえのかよ。このかっこよさ分かんねえとか、マジ引くわ。引くわ、マジで。教科書も入りません。ビジネスバッグだから。ビジネスバッグ。うわ、超かっけえ。ベルトもかっけえわ。もうかっこ悪いところ一つもねえわ。マジで。ダメなところが一つもねえ。
やべえな。まず、神ってるわ。神ってるよ、これ。いやー。いいわ。いいわ。パーフェクト。パーフェクト。パーフェクト、リット、バック。やばいね、ほんと。書道のカバン？赤、赤と白と黒のものしか俺は身につけないって決めてるね。俺のテーマカラーなんだよ。赤と白と黒が。重さ2キロぐらいあるね。うん、これ。今ちょっと、カバンの紐つけてるから待って。物はかっこいいけど個性強すぎで人選ぶ。だから俺が、俺がいるだろ？大丈夫だよ。俺がつけるんだから。俺用に作った俺だけのカバンだから、これ。オーダーカスタムだから。黒と茶色、要はこういうキャメルって色と、黒と赤とグリーンと、なんだっけ、なんか忘れた。じゃあ見てみようか。ちょっと待って。いいでしょ、いいでしょ、でしょ、うん、絶対かっこいいから、絶対かっこいいから、超かわいい。はーい、ワドツでーす。あ、ワドツ、今日は茨城にいまーす。茨城って言ったら納豆だよね。納豆美味しいところみんな知らない？納豆美味しいところ。納豆美味しいところとかどっか教えてよ、リスナーさん。ちょっとなびってくんね。何？何なの？分かってないの？超かっこいいじゃん。超かっこいいじゃん。うん。超かっこよくない？ミラクルフィットしてるぞ。ミラクルフィット。ほら。ほら。こんなにかっこいいのある？うん。超かっこいいでしょ。逆に、だから分かってないんだって。最先端走ってるから、俺。最先端だから。うん。だから外人とかには分かるから、外人とかには。和道クール。クール和道。ハートありがとう。いや、だからに、もう一生もので、俺一生このカバン使うんだから。一生このカバン。うん。超かっこよくない？超気に入ったんだけど、花火プレゼントありがとう。花火ありがとうございます。あれバグった。あれバグった。あれなんだ。ちょっと待って。花火ありがとう。あ、花火2発上がった？花火2発ありがとう。ちょっと待って、カメラの角度がわかんない。
花火ありがとうございます。花火ありがとう。よいしょ。あ、花火ありがとうございます。花火ありがとう。よいしょ。花火ありがとうございます。え、かっこよくないこれ。いや、めちゃめちゃ気に入ってるんだけど。めちゃめちゃ気に入ってるんだけど。もう完璧なんだけど。もう俺こいつと一生、やっていくつもりだよ。うん。かっこよくない？マジで言ってんの？マジで言ってんの？いや、絶望的なんだけど。お前らのセンスのなさに絶望的なんだけど。こんなかっこいいアイテム世の中で見たことないでしょ。うん。ねえ。こんなかっこいいアイテムわかんないの。引くわ。好き？え、じゃあ嫌いっていう人、ないわ、和道っていう人。え、否定派は手下げ、肯定派は手上げ。これガチね。ネタとかいらないから。ネタとかいらねえから。マジで。もうこれ、あれだから、解散かもしんねえわ。今日で。今日で解散かもしんねえわ。こんなに、こんなに意見が食い違ってきたら、俺ら、日本一周なんかできないよ。こんなに、こんなカバン一つでこんな意見割れたら、日本一周できないよ。おう。いや、いいよね、そうだよね。肯定派いっぱいいるじゃん。肯定派いっぱいいるじゃん、ほら。でしょ？だよね、ブルさんいいよね。超良くない？超良くない？マジかよ。こんなかっこいいのに？こんなかっこいいのに？おお。だってこんなに目立つカバンないよ、世の中。色いいっすよね。この、汚れてない赤。赤はない？マジで？いや、俺絶対あげない、これ。これ大事にすんだ、俺。これ大事にすんだ。ねえ、いいじゃんね。ありがとう。肯定派ありがとう。否定派はちょっと、この配信ついてこれるか心配になったわ。女の子なら似合う。バカ、男がつけるからかっこいいんだろ。これちょっとこなれてくると肩掛け。片方しか掛けないから。赤茶じゃない、真っ赤。ハレンチの赤。うん。下品なぐらいハレンチの赤。真っ赤。真っ赤。レッド。レッ。はぁ。ああ、いい皮。うん。超良くない？うん。これ6万。これ6万。赤いいよね。うん、6万。ヘルツ。ヘルツの手作りフルオーダーメイドハレンチレッド。ハレンチレッドです。好み分かれるね。でも、これのいいところ教えてあげようか。俺これ一生これ使うわけじゃん。絶対これ持ってるやついないから。わかる？今まではね、あれ？和道さんかな？和道さんですよね。コテハン何々って言うんですけど分かります？って言われてたの。分かる？配信者の和道さんですよね。コテハン何々って言うんですけど分かります？って言われてたの。私も配信やってるんですって言われてたの。これ持ってたら、あ、和道だってなるから。うん。これ持ってたら、あ、100% 和道だってなるから。でしょ？うん。100% 俺だから。もう気にしなくていいの。お、和道って言えばいいから。うん、余計なことを言うこと、リスナーさんに負荷がかからないから。うん。リスナーの真似。リア突してくるリスナーの真似。配信者の和道さんですよね。
私、コテハン、何々って言うんですけど、わかります？結構前から見てるんですけど、私も実は、あの、箇所なんですけど、配信やってるんですよって。知らねえよ、うん、知らねえわ、うん。こんなんしかいないわ。わかんない、誰かは。誰かはわかんないけど、俺に声かけてくるリスナー、こんなんばっかりなの。うん、いや、9割方こんな感じだよ。うん、9割方こんな感じ。うん。和道レッドっていうか、まあ、ハレンチレッドだよね。ハレンチレッド。うん。え、マジか。っていうか、結構リアルに弾いてるんだけど、このセンスがわからないのは結構リアルに弾いてる。俺は。弾いてる。マジな話すると、ドン引き。ドン引きです。うん。だって、なんだろう。こん、お前ら色彩感覚大丈夫か？マジで。いや、マジで。色彩感覚マジで大丈夫か？お、はあ、行くわ。お、じゃあ、服に合わせてみる。普段着てる服に合わせてみる。普段着てる服。今はインナー、うん、インナーじゃん。要は。まあ、夏場はこれだけど、夏場はこれだけど、ジャケット着てみる。ジャケット。そうする？お、だから、服が原因なんだろ？手仕出しとか言うな。ワドツでーす。どうもー、ワドツでーす。はい、今日は北海道でーす、旅配信やってるワドでーす。よろしくお願いします。どうした？なんだ、今日は煽る日なのか？今日は俺のこと煽るのか、みんなで。なんだ、2チャンネルとかでお前ら口裏合わせたろ。なあ。2チャンネルでお前ら、今日はお前いじめようみたいになってんだろ、どうせ。おい。だんだん分かってきたぞ。あれだろ、2チャンネルだろ。俺の大嫌いな。俺の大嫌いな2チャンネルでお前らミーティングしてたろ、今日。引くわ。引くわ、引くわ。引くわ。本当に。引くわ。発想に。いじめなくなんねえわ、人類は。引くわ、ほんと。生まれたところや、皮膚やカバンの色で、一体この僕の何がわかるというのだろう。そうですね、中身見せましょう。はい、うん、いいや、ジャケットとか着ねえから、もう、うん、いやー、びっくりするわ。ほんとびっくりしてるわ。はい。じゃあ、今度中を見せますね。はい。中を見たいっていうね、やっと次の展開を作ってくれたリスナーに感謝だよ。うん。そろそろもう引っ張るの限界だったから。うん。そう。中身見たいって言うと、ナイスフォローだよね。そう。これ以上やってたらグダってたから。うん。危ないところだったよ。うん。過疎なまぬしの悪い癖出てたから。行くよ。まずここね、裏側ね。うん。ここにポケットあるから。ポケットあるけど、ここはぶっちゃけ使わない。
ここはもう型崩れするから使いません、ここは。ただ一応 A4 のファイルとか入ります。はい。焼きそば配信の意味がわかりません。はい。よいしょ。で、ここがこうやってベルトをこうガシャって開けて、まあ、こっちから行くか。これは硬いな、まだ。まだ硬いね。これか。あれ？え、マジで？え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 、開かないんだけど。え、マジで？え？え？え、マジで開かないんだけど。え？え？あれ？え？嘘だろ。え？いや、鍵とかないっすよ。鍵とかないっすよ。え？いや、マジで。え？いや、開かないんだけど、マジで。え？え？え？いや、ここ、え？開かないんだけど。いや、ここ、柔らかくなったら逆にまずいんだけど。え、やばくない？これ。え？え？いや、普通にプッシュするやつ。プッシュして開けるやつ、ここ。なんか、こういうやつ。こういうやつ。え？ちょっと待って、いきなり不良品かよ。え？え、どういうこと？飾り？え、どういうこと？あ、開いた。開いたわ。いや、こういうことだよ。結局、こういうこと。俺が言いたかったのは。癖があった方が可愛がるから。わかる？癖がないカバンじゃないの。癖があるの。この子には。この子には癖があるの。ちょっと開きづらいなっていうのもあるのよ。開かねえな。ちょっと癖あるの。ちょっと癖がある。やっぱ、ちょっとした癖がある方がスパイスになるから。あ、こいつここが開けづらかったな、みたいな。そう。他の人が開けらんないとかね。あ、和道なら開く、みたいな。こう魔法がかかった感じね。いや、作りめっちゃいいわ。で、バッグの中身は、まあ、ここはとりあえず置いといて。ここはとりあえず置いといて。中はこんな感じ。中もレッド。中もレッドで、こんな感じ。で、ここに、これが入る感じ。これが入るから、ここに。ここにもこれが入るから。いいだろう。いや、もう完璧。完璧。100点。100点です。100点。手作りだよ。手作りだよ。いや、100点だわ、マジで。あれ？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 ああ、傷ついた！ああ！傷が！うわ、めっちゃ傷ついた！傷がついた、ここに。ここに傷がついた。皮だからね。これ6万。まあ、皮だからしょうがない。まあ、出し入れするのに時間かかるけどね、ちょっとね。手作りだからしょうがない。あれ？あれ？あれ？いい感じだろ？
めっちゃいい感じだろ。そう、革のいいところは傷も思い出だから。革は傷と一緒に思い出だから。じゃあ最後に、ね、このカバン正直何点か全員書いて。うん。これ俺も加点していいから。俺が使ってるっていうので、俺が使って、俺もセットで何点逆に。俺もセットで何点なの。じゃあ。俺もセットに。うん。40点。俺セットで、俺が使ってるっていうことで何点なの。12点。40点。いや、100点満点中だよ。戦前なら100点。和道込みなら70点。40点。52点。20点。は ?8 点。100点。14点。え、ちょっと待って、逆に気になってきたけど、96、98点。いいね。じゃあ逆に聞くけど、俺何点なの?逆に聞くけど。俺今ちょっとびっくりしてんだけど、14点とかいうバカがいるから、逆にそいつに聞きたい。俺は何点なの?うん。お前らの評価で俺は何点なの?もういいわ。バックの話置いとこう。バック置いといて何点なの?俺は。マイナス50点?嘘だろ。120点。バックどんだけセンスねえんだよ、お前。うん。0点。10点。うん。マジか。300点ぐらいくれると思ってたのに。嘘だろ。びっくりするわ。14マイナス7、7点。20点。引く。引く。じゃあ、お前らに点数つけてやろうか、この野郎。おい。頭きたよ、だんだん。お前ら一人一人の小手半読み上げて点数つけてやろうか、この野郎。おい、おとなしくしてたらよ、ふわっちでよ。おい、一人一人点数つけてやろうか、この野郎。おい、お前らがよ、そんな2点とかよ、14点とかよ。おい、傷つくぞ、お前らそんなこと言われたらよ。お前ら一人一人にも俺点数つけてやろうかじゃ。ああ。点数つけられたいやつ。手あげろ。全員点数つけてやろう、この野郎。おい。点数つけてやれよ。点数つけてもらいたいやつ。手あげろ。一人一人つけてやる。手あげろ。怒ってこんな。ハッチ。100点だよ。綾川。塩100点、黄色い粉100点、みんな100点、みんな100点、みんな100点、いいのいいの、みんな100点、大切にします。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待って、コメントになんか気になるのあったから確認するわ。たくみさんのツイッター受けるって書いてあったから、ちょっと、うちのスタッフがなんかやってるかもしんないから、ちょっと、チェックだわ、これ。うん。ただじゃ置かないからな。うん。うん。
もしもし。切りやがった。切りやがった。もしもし。編集中もクソもないっすよ。ええじゃないっすよ。なんすか、なんすか、バカにしてるんすか。いや、全然似てないっすよ。どこからランドセルなんすか、逆に。いや、怒ってますよ、正直。たくみさんじゃあ何点なんすか。たくみさんまさか、あれっすよね。何点なんすか。カバンですよ。たくみさん100点。うん。また、うん。またご飯おごる。じゃあね。たくみさんわかってるわ、やっぱり。たくみさんわかってるわ、やっぱり。いや、たくみさんならわかると思ってたから、俺。たくみさんやっぱわかってるわ。センスいいよ。うん、ありえないよ、ほんと。ふざけんなって話だよ、ほんとに。いや、これ、お店のディスにもなるから、逆に言ったら。うん、もう許せねえよ、ほんとに。うん、ありがとう。うん、じゃあね。たくみさんわかってるわ。ほら見ろ、バカども。ほら見ろ、たくみさんわかってるわ、やっぱり。わかってねえの、お前らだわ。うん、やっぱマネージャーにもなると全然ちげえわ。うん。マネージャーにもなると全然ちげえよ。うん。いや、このカバン作ろうと思ったんじゃなくて、これ、オーダーメイドです。オーダーメイドです。うん。わかる？世界で一点物だから。もう完璧なデザイン、完璧なカラーリング、完璧な機能性、すべて100点。うん。フルオーダーです。世界に一つだけのカバンです。キングスライムに、サイズが合わねえわ。なぜオーダーにしようとした？だから一生使うカバンだからだよ。俺はこいつと生きてくんだよ。うん。こいつと生きてくの。うん。見てこの赤。これ、あれだよ、上にコーティングしてる赤じゃないよ。これ、裏地とかも見てもらったらわ、開かねえな。裏地を見てもらったらわ、裏地をね、この裏地を見てもらったらわかんの、革の。ちょっと待って。裏地を見たら、染めてる、上に染めてるやつだったら、ね？上に染めてるやつだったら、あれだけど、裏地を見たらわかるから、革の。ちょっと待ってね。だから、裏地を見、6万。うん、裏地を見てもらいたいの。裏地を。ちょっと待って。裏地を見たらわかるから。本当に。うん。裏地を見たら、その、革の質がわかるんだよ。うん、ほら。裏地。裏地が違うから。な。な。見て。裏までびっちり。裏までびっちり赤。わかる？こだわり抜いてるから。ここのメーカーさんは。わかる？しかもね、俺ね、無理なお願いしたの。本当はここにロゴが入ってるの。これロゴ取ってくれたの。ロゴいりますかって。で、ね、ロゴなしで作ってくれるなんてありえないでしょ。だからロゴ入ってないの、このカバン。見てもらったらわかるけど。ロゴがどこにも入ってないの。ね。普通、裏面とかでもせめて入れるじゃん。わかる？その、どっかに会社だったら自分の会社の製品のロゴ入れたいのよ。だから裏地とか見てもらったらわかるわけよ。ね。でもどこにもロゴ入ってないでしょ。ほら、ロゴ入ってないでしょ。で、俺すごいなと思ったのが、ここの紐のところに、ロゴつけてくれたの。この気遣いやばくない？これ特別に作ってくれたの。ほら、これを。この気遣いやばくない？これが一流だよ。
うん、これが一流、うん、これが本当の仕事ですよ、うん、職人ですよこれは、うん、和道さんの隣に闇将軍のサムネ、うん、縁起悪いな、うんうん、こういうのがいい、嬉しいよね、こういうのが嬉しい、うん、いやーいい買い物したわマジで、わマジでいい買い物した、うん、超いい買い物したわ、うん、靴は新しいの買ってない、靴は、うん、靴買ってない、制作1ヶ月と半2ヶ月かかるって言われたの、だけど結局1ヶ月半でできた、うん、明日からもうずーっとこれだよ、カバンこれ以外使わないから、宮高さんいらっしゃい、もうカバンはこれ、カバンはこれ、リーガル穴開いてるよ、穴開いてるけどだってしょうがないじゃん、うん、穴開いちゃったもんはしょうがない、うん、いやいい買い物したわマジで、うん、重さ3キロ、重さ3キロ超ずっしりしてるから、うん、ぶっちゃけた話、雨には弱い、うん、雨は濡れる、うん、重さは3キロです、うん、重厚感がやばいから、重厚感、荷物入れたら多分5キロぐらいになるね、大切にする、うん、はぁ、なんだろう、テンションが止まらないよ、俺のテンションが止まらないよ、なんでだろう、うん、最高だね。最高だよ。うん、ギターの練習しようかな。ギターの練習しようかな。うん、あ、チワワより重いよ、全然。全然重たいよ。うん、全然重たい。そうだね、明日楽しみだね、ほんとね。ね、いいよね、だいぶ。うん。荷物全部入るでしょ。全部入るっしょ。まず、ここに、うん、ここに何入れようか。ここに何入れるべき？ここ、ん？この中はパソコンじゃん。書類じゃん。荷物移行してみようか。うん。味出てきたらこれやばいよ。このハレンチの赤。荷物、どれくらい入んだろう。入れてみようか。Wi-Fi とかか。Wi、うん、あ。なんか入ってる。なんだろう。お使いいただくと傷やシミなどがつきますが、時を経るごとに色の深みとツヤが増す、植物タンニンで丁寧に舐めしたオイルレザーを使用してます。自然な風合いと堅牢さを生かす最小限の染め加工により、薄化粧仕上げのため、皮本来の傷やシワ、色ムラなど個体差がありますので、あらかじめご了承くださいと。うん、定期的なメンテナンスが長持ちの秘訣と。うん、ふんふん。Wi-Fi か。Wi-Fi、スマホだね。携帯電話だね、多分。二万のリュックの方が便利。バカだなぁ。二万のリュックなんか、やだよ。俺、和道だよ、うん。全然面白くない。まず、レッツノート。もう縦でいけるから。縦でも横でもいける。レッツ。ほら。レッツノートもサクサク。サクサク。レッツノート。MacBook Air 11インチ。MacBook Air 11インチ。はい。一発でーす。余裕。これいける。うん、何でもいける。ポカリスエット行く？ポカリスエット。ポカリスエットほら。ぴったしカンカン。ポカリスエットが。ポカリスエットぴったしカンカンだから。ほら。ほら。見てこの出しやすさ。飲みたい時にすぐ飲める。わかる？機能性、うん。あ、ポカリ飲みてえわ、つったらスッて出てくるから。うん、やべえよ。うん。うん。白竹さんいらっしゃい。入らないもんないね。
逆に。完璧。スッて出るね。うん。書類スッと出せないやつは、営業マンなれない。うん。営業マンなれない。ヤンキー風、うん、ヤンキー風もできるから。わ、うん、かる。おぉ、つって。なんだお前、喧嘩売ってんのかよ。裏来いよって。うん。すぐ仕事できますよ。すぐ仕事できるわ。タフネスさんありがとうございます。パーフェクト。完璧なカバン。飾っとこうぜ。飾っとこう今日。うん。なんか最近香川さんのリスナーさん増えてるよね。俺香川のリスナーさんだよっていう人手挙げて。香川見るよっていう。なんだろう、ティロフィナーレタオルがあるからかな。ノンタンが香川島だから、ノンタンから来たのかな。ノンタンが引き寄せてくれたのかな、香川さんリスナーを。サムネがティロってるね。いやー稼ぎますよ。僕仕事配信業なんで。あ、ニコ生時代だけなんだ。確かにサムネ若干古いもんね。ちょっと彼女がティロってるとか若干引くよね。うん、若干引いてるよ俺。うん、引くわ。俺、香川大嫌い、うん。あ、そうなんだ。うん。いや、なんかテンション上がってきたな。外配信する？せっかくのカバン、外配信する？今日。これ、20年持つ。このカバンは20年持つ。ヘルツで検索してごらん。20年後使えるカバンで有名だから。カバン持って行く？外配信。行く？うん。これ6万。オーダーメイド。オーダーメイド。でも、俺が背負ってるからさ、わかんないと思うよ。リスナーさんには伝わんないと思うよ。ノンタンとデート配信全然いいよ。全然いいよ。うん。新宿行く？香川は変わってショック。去年の座談会の頃が懐かしい。ああ。スタイル変わったのかな？うん、新宿行こうっていうか、まあ、今現時点で新宿なんだけどね。うん。ノンタンは今日、あれだね、パチンコで疲れてるから。うん。ノンタンはね、久々お外に出て遊ん、いっぱい遊んだからね。うん、今ご飯もりもり食べて今日は寝ちゃうと思う、多分。うん、一人一人に聞くの。うん。うん、あやか、俺がコミュ障なの知らないからそういうこと言えんだよ。俺がね、雄弁に語れるのは部屋の中だけだから。うん。俺がコミュ障なの知らないからそういうこと言えんだよ。うん。のんたん珍しいよね。うん。みっくんこんばんは。うん。のんたんだって一人になりたい時あるでしょ。うん。のんたんだって、のんたんだって一人になりたい時あるんだよ。うん。そう。俺はそういうの大事だと思うから。うん。パチンコやめたいけど行っちゃう。いや、いいんだよ、行って。稼いでるんだったら。仕事してるんだったらいいと思うよ。うん。のんたんいくら買ったのか聞いてみようか。電話してみようか。のんたんに電話します。うん。のんたんに電話しよう。のんたんの声聞きたいよね。のんたん。のんたん電話しよう。うん。もしもし。のんたん。こんばんは。今日のに一人で遊んでたの？何時頃から遊んでたの？ちょっと待って。あ、あ、かぶった。聞こえる？のんたん、のんたんの声聞こえてる？みんな。
のんたんの声小さ。あ、さっきのたくみさんの声聞こえてなかったんじゃ。あ、たくみさんのは聞こえてなかった。マジかよ。マジか。俺の設定ミスじゃん。うん。じゃあなかったことにして、たくみさんにもう一回後で電話するわ。うん。うん。たくみさんのボケを拾ってなかったんか、俺。くそかわいそうなことしたわ。うん。うん、まあいいや。今、のんたんの声聞こえてる。うん、何、うん、何時頃から遊んでたの？昼、にゃ。1時から。うん。え、何時に起きたの？俺の家寝てたんでしょ？うんうん。結構ね、すぐ帰ったよ。あ、そうなんだ。うん。うん。で、1時ぐらいからパチン、うん、にゃ。うん。そう。うん。そっかそっか。え、な、で、え、なに？ 4 時ぐらいまで撃ってたの？うん。ずっと刑事撃ってたの？そう。いくら買ったの？ 4。4万？うん。お、ほう。な、何発出たの？何発？うん。1万、うん。5000。1万5000。6万円分ぐらい出てるから、さ、2万5000投資の6万でぐらいか。うん、6万5000でぐらいか。すげえな。うん。うん、いや、隣のおじさん4万発出してて。ええー、マジで、うん、?4 万発っていくら？16万。10日？ 16 万。10日、うん、?10 日交換そこ。10日、うん。すごいね。なんかね、うん、座ろうと思ってたところがね、うん、なんか空いてなくてね、そこのおじさんに座られてね、くっざーと思ってね。うん。悔しかった。うん。じゃあ。え？じゃあ。あんまりなんか、あれだわ。話広がらないから。あとで電話するわ。うん。うん、お、お、うん。うん。じゃあね。うん。うん。はい。うん。うん、俺、凸下手だったわ。うん。凸すげえ下手だったわ。びっくりしたわ。うん。3年生主やってるけど、こんな凸下手だったとは思わなかったわ。マジかよ。うん。違う。なんで俺がテンション下がったか教えてあげようか。俺がなんでテンション下がったか俺しかわかんないから伝えてもいい？うん。なんで俺が、のんたんとさっきまで楽しく会話してたのに、急にテンション下がったでしょ？訳を教えてあげようか。うん。俺ね、今月の稼ぎ、これなんだわ。うん。俺、今月の稼ぎ、これなの。うん。ね。12月の稼ぎ、頑張って、こんだけ喋って、こんだけ配信して、ちょうど4万なんだけど、のんたん今日パチ屋行ったら俺より稼いでんだわ。これ凹むでしょ。わかる？この切なさ。なんか悲しくなるだろ。わかる？めっちゃテンション下がるだろ。俺どんだけ頑張って、ね？ね？今日青山で、青山の外配信寒い寒い中、これね、寒い寒い中、53円しか稼いでないの。ね ?53 円だよ。これなん、結構時間、結構放送したからこれ。わかる？結構な時間寒い中頑張って、プライベートを削って、ね？カバンネタになるかなって。ドキドキしながら。カバンで引っ張れるかなって。うん。カバンで引っ張り抜いて53円しか稼げなかったから。うん、恥ずかしくて表参道歩けねえよ。うん、まあ、マイナスのリスクはないよな。配信はな。そうなんだよ。そうなんだよ。いいこと言うね、坂本さん。そうなんだよ。あのね、配信って実は、そうなんだよ。元手がかからないんだよ。そう。だから、暇つぶしで、ね、何かお金かけるよりも、ね、家で酒飲んでたら金になる可能性がある時代になったんだよ。すごくない？で、YouTube ってさ、1再生いくらだっけ？ YouTube って確か1再生 0.1 円なの。10人再生されて、10回再生されて1円なのよ。配信は違うから。1人の
超囲いが現れたら100万とかになるんだよ。うん、だから、俺ね、ふわっちはマジで熱いと思うよ。うん。ぶっちゃけた話。みんなもやった方がいいよ。うん、みんなもやった方がいい。うん。減ることはないから。絶対に。でしょ？マイナスはないから。うん、マイナスはない、うん。リスクはない。うん。そう。ただ、ただ、唯一あるとしたらだよ。唯一あるとしたら、もしかして、配信者の和道さんですよね。小手半何々って言うんですけど、わかります？あ、わかります？私も配信やってるんですよって、2ヶ月に1回ぐらい声かけられる。うん、あえて言うならこれがリスクだ。これがリスク。うん、たまにイラッとするときあるから。イラッとするときあるから。忙しいときとか。知らん。お前の小手半なんか知らん。聞いたこともないわ。お前の小手半なんか聞いたこともないわ。知らん知らん。ってなるときがある。知らん。ゲー増えたじゃん。俺結構これ昔はやってたから。だからみんな言ってたじゃん。ニコ生のノリ。ノンタンとか言ってたじゃん。なんか今日ニコ生のノリだね。小出し小出しにやってくんだよ。ファンしかいねえから俺の配信には。俺の配信にはファンしかいねえから。これ知らなかったの？これ、配信じゃないからね。これ、ただの生放送じゃなくて、俺のファンクラブ限定生放送だから。ディナーショーみたいな感じだから。稼ぎに来てんの。俺のディナーショーだから、これ。新しいフォロワーさん紹介します。夕焼けさんフォローありがとう。ニコ生時代知らないのか。そっか。じゃあ、ニコ生のノリもね、ちょいちょい織り混ぜながらやっていかないとね。小出し小出しに。小出し小出しでやっていかないとね。あ、そうそう。ね、明日ね、俺が勤めてる会社で、バザーやるんで、障害者のバザーが新宿で開かれてるんですよ。新宿の駅前でやってるんで、もしよかったら僕、売り子やってるんで、リアトツしたい人は、なんか、カレンダーとか売ってるんで買ってください。カレンダーいくらかな ?800 円だか、600円だか忘れたけど、カレンダーとかね、なんか、布製品とかいろんなもん、その、バザーで売ってるんで、2日間いるんで、午前中かな、うん、新宿の、新宿西口があるじゃないですか。新宿西口があって、で、新宿西口の地下の方を出ると、左側の方で、よく、なんかバザーとか、フリマみたいなのをやってるスペースあるのわかります？左側の方行くと、新宿の地下を降りて、で、左側の方行くと、右手の方に、広場があって、そこで、なんか、骨董品市みたいなのをやってたりとか、古本市とかやってるのわかる？そこのスペースなんだけど、たっちゃんこんばんは。東口じゃないね。西口だね。西口。そこで、障害者のバザーが開かれてて、で、僕、午前10時から昼の2時ぐらいまで売り子やってるんで、もしよかったら、応援しに来てください。でも、和道とか言われたらちょっと会社で惹かれることになるんで、決して和道って言わないでください。うん、島津さんって言ってください。島津くんか島津さんで来てください。絶対和道っていう単語を出さないでください。うん、俺は出品、いや、会社が出品してるね。会社が出品をしてる。うん、俺は売り子、うん。そうそう、バスのロータリーが上にあるじゃん。で、下に行って、なんて言えばいいんだろうな。ちょっと待って、場所確認するわ。高光でもいいよ。親戚のおじさん風にね。終わるの16時。あー、マジか。うん。新宿のね、これこの障害者のバザーがあるんですよ。共同バザール障害者作品展。
つながる、作る、通じ合うっていうことで、障害者の、新宿区がやってる、障害者福祉施設共同バザールですね。島津くん、ワド通、うん、いいよ、それならいいよ。ギリギリなんとかなると思う。うん。うん、こんにちはって切り返すから、俺。うん、障害者の、そう、作品とか特設ステージとか、バザーとかやってるんだよ。うん。はい。ワド通って言っていいよ。うん、ダバダバさんいらっしゃい。鮫島さんに謝罪したんか、詐欺師。はい、NG でーす。さよなら。はい、うん、よいしょ。ハートプレゼントありがとう。うん、よそ行きでこんにちはって言うから。うん、ぜひぜひ皆さん来てください。はい、ワドツゆうさん行きたい。そこで働きたい。仕事今募集してるから働けると思うよ多分。でも嫌なんだけど、彼女と同じ職場とか嫌なんだけど俺、うん、すげえ働きづらいんだけど、うん、職場でどやってるから俺すげえどやってるから嫌なんだけど、嫌、うん、だね。彼女が面接に来たら嫌じゃない、うんうん、稼げてますかふわっち。ね、いくらぐらい稼げてると思います、うん、今日6日目でいくらぐらい稼げてると思います、ゆうやんさん。6日目の給料ちょっとぴったしカンカン賞出るかな。こんばんは、ルミちゃんいらっしゃい。バーガープレゼントありがとう。っていうか、ノンタ働けねえわ。障害者手帳持ってないと働けねえわ、ここ。忘れてたわ。ハートプレゼントありがとう。こっからまったり配信にしよう。ギター取ってくるわ。ギターの練習しないと。っていうかさ、豆ができた、ここに。F を押してるから、うん。懐かしいわ。ギター弾いて豆ができる31歳って可愛くない？中学生かよ、お前みたいな。全国配信、愛知来たら時間さえ合えばリアトツ行きます。あー、来て来て。よろしくね。うん。よろしく、たっちゃん。今ね、4万円ぐらいですね。6日で4万円だから、7000円かける6は、4、6、42。まあ大体日当7000円ぐらい稼いでる感じじゃないですか。うん。1日平均7000円ぐらい稼いでますね。そう考えるとすげえな。すごいな。すごくね？一日俺7000円も稼がせてもらってんの？やばいな。アルバイトで時給1000円でさ、7時間配信やってないもんね。やってるな。やってるわ。時給1000円だわ。確実に一日7時間は放送してるわ、俺。ちょっと引いたわ。ちょっと引いたわ、俺。普通、まあまあまあ、バイトぐらい稼げるようになってきたってことだね。ふわっち本業ですね。のんたんと同じ職場じゃないよ。のんたん働いてない。のんたんは、今日はパチプロだったから。のんたんうるせえよ。のんたん日給4万だから。くそ。のんたん、うん、不定感だ。宝くじとか買ったら大当たりすんだよ。なんか当たりそうじゃない？ 7 億円当たったよ、和道さん。とか言いそうだよね。のんたんどうしよう、お金いらない。和道さん、7億円当たったよ、って。詐欺りに行くわ。のんたんから詐欺るわ、俺。7億円を。のんたん7億ちょうだいっつって。いいよって。のんたん7億当たんねえかな。
なんかさ、俺さっきさ、年末ジャンボ買ってみなよ。あ、で、宝くじで当たった人を知り合いにいるって言ったじゃん。何億円、数億円2回当てた人が言ってたんだけど、その人曰く、3000円の、バラでもいいけど、バラかセットか、あ、バラだ。3000円のバラを買うんだって。あのね、結構ね、これ面白いんだけど、オカルトなんだけど、億万長者の、宝くじで当てた億万長者の人って必ず3000円なんだよ、みんな。そう。10万とか20万とか買う人当たんないんだって。だから3000円のバラを買うっていうのが一番いいんだってよ。うん、すごい、ふわっちってか配信は時間制限拘束されるから大変。そうだね。うん、だって俺ほら 3年間稼げなかったから、稼げるようになったの後半の半年だからね。うん、それ考えるとね、なんか悲しくなってくるよね。まあこれからね、稼ぎ増やせばいいだけだけど、100万とか稼いでみたいよね。配信で100万稼げるようになったら、ほんと胸張って、ね、配信で食ってますって言えるよね。うん。3000のバラ買おうよ。うん。当たったら面白いもんね。2日ぐらい休んでるから、実際は日当1万。2日休んでるとしたら4だから日当1万ぐらいか。そうだね、二日休んでたけどね。でもまあほら、体調管理も含めてな、配信って。休んだのも、やっぱ計算に入れないとダメかなとか思ってる、うん。結構ね、それガチで考えてて、配信やらなかった日、のんたん一緒にいて、ずっと俺のことケアしてくれてたからわかるんだけど、結構調子狂ってたんだよ、配信しなくて。そう、本当は今月休まないっていう予定でやってたから、25万絶対稼ぐと思ってやってるから。だから、その、なんつうの、メンタル管理とか、その、なんだろう、体調管理とかも含めてプロなんだなっていうのは、ちょっと反省してる。それ思った。体調管理含めてプロっていう。うん。3000円分のバラを君に、かっこよすぎるだろ。あ、一個違いなんだ。そうなんですね。全然嬉しいですね。親近感湧いてもらえると。ぜひぜひ、フォローしてください。うん。また見に来てくださいよ。もしよかったら Facebook 友達申請受け付けてるんで、 Facebook やってる人は友達申請飛ばしてください。当たったら社長取られちゃう。え、取られんの？おっかねー、社長おっかねー。怖えな。はい、 Facebook、 あ、まだ9人も来てるよ。友達申請9人も来てる。リスナーさん結構申請くれるんだよね。Facebook すごいね、やっぱ。世界一の SNS って言われてるだけあって。もし友達になりたい人、昨日はね、14人申請が来て、今9人来てる。9人全部フォローバックします。すごいね、Facebook 今。とんでもねえわ。すごい来てる。嘘じゃないよ、ほんと。Facebook 俺始めたの最近なんだけど、Facebook ここ1週間ぐらいじゃん。もうね、84人だって。友達の数もう84人になってる。うん、あ、ボケてんな。見える？ Facebook やっぱすごいわ。Facebook からね、リスナーさん来そうだね、結構。もしよかったら、申請してください、Facebook やってる人。友達申請キャンペーンやってます。いやいや、別にね、内緒にすることはない。うん、世の中回るようになってるから、巡っていくんだよ。必要な人のところにお金っていうのは巡るようになってるの。新しいフォロワーさん紹介します。ゆうやんさんフォローありがとう。あざーす。いや、いいバッグだな、マジで。でもさ、時間が経ってこう見るとかっこいいでしょ。ちょっと身につけてたらダサいかもしんないけど、こう部屋にこうやってさりげなく飾ってあったらかっこよくない？なんか
ダサいダサいとは言ってみたけど、こうやってちょっとライトアップしたらかっこいいよね。うん。部屋にこうポーンって飾ってあったら、あれおしゃれなバッグだねってならない？うん。かっこいいと思うんだよな。生かしてるよ。かっこいいよ。目につくよね。Facebook、赤持ってるけど使ってない。それでもいい。いや、Facebook 全然いいよ。いいよ、いいよ、全然。全然いいよ。俺も使ってないけど、また使い始めようかなと思ってるから。うん。まあ一緒に始めればいいんじゃないの。色が悪い。でもさ、ぶっちゃけこれの黒って面白くねえぞ。これ黒と緑とキャメル、要は深い茶色と革のぬめ革っていうの、あの真っ白な革あるじゃん。真っ白っていうかクリーム色の、うん、キャメルかプレーンタイプか。俺赤は絶対誰も買わないだろうなと思ったの。赤は誰も買わないから、俺のテーマカラーだし、赤か黒かだったら赤だなと思って。いや、バドって赤いカバン持ってたんだよねって、印象つくじゃん。服が黒ベースだったからさ、小物ぐらいは。うん。革の色いいよね。うん。ニットンいらっしゃい。うん。でもなんか和道っぽくていいなと思ってるね。ぶっちゃけこれ買うやつって多分今までなかったはずなの。ぶっちゃけ言われたもん。赤は出ないっすって。赤は滅多に出ないって。買っても女の人だって。たまーに出て女の人が買うぐらいですよって。このビジネスバッグタイプで赤は出たことがないって。うん。色変化するよ、赤でも。変化するする、これも。もちろんするよ。うん。変化します。黒でもするよ。黒でもね、なんか光沢が帯びる感じ。くたっていって光沢が帯びる感じ。ちゃんと経年劣化するよ。経年変化する。大丈夫だよ。うん。赤、赤不評だな。俺めっちゃ気に入ってんだけどな。まあ、いいよね、俺が気に入ってればね。俺がいいっつってんだからいいんだよ。うん、手の持つところも赤っていうのがいいよな。革のいい匂い。なんかウエスタンみたいな。言いたいことわかる。作りもがっしりして頑丈だよ。ここに型崩れがしないように鉄が打ってある。だから床に置いても型崩れしないんだよ、長い間使っても。素晴らしい。よし、じゃあ今日はこれで終わりにします。残り5分で終わりにします。ありがとうございました。若草色ってなんだろう。若草って緑なんかね。よく言われるのがテーマカワー緑ってかっこいいでしょ。ほら来た、ほら来た。もうかっこいいよね。すげえみんなランドセル、ランドセルってバカにされたんだよ。かっこいいよね。ねえ愛さん、ほら来た。わかる人にはわかるんだって。うん、これで終わりにする。5分で、まあ5分間楽しんでって愛ちゃんねえ。高橋さんもいいって言ったし、ブルさんもいいよって言ってて、センスいいよワードって言ってくれたもん。なんだろうね、俺めっちゃ気に入ってるよ。マジでネタとかじゃなくガチでこれはありだなと思ってるっていうか、クソかっこいいなと思ってる。ランドセルはねえよな、さすがに。これ10年使ったら深い深い赤になるから、光沢帯びたかっこいい赤になるよ。深いシンクっていうの、うん、深い赤になるから。これまだ使ってないから、色が馴染んでないからちょっと違和感あるだけよ。分かってないのよ、うん。
絶対良くなる、これは。と、俺は信じてる。なるよね。もう信じるしかない。もうここまで来たら。でもお高いんでしょ ?6 万ですね。6万です。はい。高いっす。うん、お疲れ、エミちゃん。いつもありがとね。あ、友達申請来た。うん。はい、友達申請ありがとうございます。日焼けしてもオリジナルなるなる、うん、だからそのなんつうのオイルを染み込みやすいから旅にも使うしもう一生ものだね。20年持つカバンって言われてるからここ買ったから、うん、で実際になんかいろんなレビュー見てみたんだけど5年使ってますとか20年使ってますとか10年使って親父から譲り受けましたとかいろんなレビューがあってで本当にそのメーカーで作ったカバンな証拠な画像とかがいっぱい出てくるのよ、うん、だから、あ、ここだなとか思って。あ、ここにしようっていうのが、本当思ったね。そんな感じかな。いいもんってちゃんとメンテ、うん。おー、みなちゃんいらっしゃい。うん。もう終わりだけど。うん。ありがとう来てくれて。ねえ、手作りだから。手作りだけど、やっぱハンドメイドの方が作りいいよ。そう、ステッチって言うんだけど、縫い目が綺麗。手縫いだから。すごいよ。職人の技を感じるもん。いろんなところに。ここも丁寧にヤスリがけしてあるのわかるし。あやか、ありがとうね。ハートありがとう。綺麗だよ。美しいよ。ココマイスター?ココマイスターがわかんない。これ革はね、オリジナルの革なの。革からこだわってるメーカーなの。これはヘルツって言います。渋谷ヘルツで検索してください。渋谷ヘルツ。そうするとかっこいいサイトが出てきますよ。渋谷のヘルツ。検索してみて。渋谷ヘルツ。おすすめなのはね、会社の社長の歴史。会社の歴史みたいなコーナーがあって、社長が、そう、30年ぐらい前にどんな思いでこの会社作ったのかっていうエピソードがくっそかっこいいから。うん、もうおじいさんなんだけどね。雨には弱い。雨にはめっちゃ弱いってもう歌ってる。ダメなところはダメって。いいところはいいで、結構押してるところとダメなところちゃんと歌ってる。これ、もうすごい重たいのよ。だから営業マンは向いてないですよ、とか。うん、20年持つけれども、硬い作りになってますよ、とか。なんでまだランドセルっていうの?絶対ランドセルの色じゃないから。そんなにランドセルかな?ランドセルか?全然違うのに。シミになるから、その、すぐメンテしてくださいって書いてあるね。もうすぐ拭き取って、みたいな。もうランドセルっていうのやめてね。はい。じゃあ皆さんまた明日。今日もありがとうございました。お疲れ様でーす。お疲れ。ありがとね、みんな。おつでーす。明日会いましょう。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんねん、もう。